ET1 型はオーストリアの定地オーストリア交通機関会社が所有する狂気鉄道であるマリアツェル線で使用されている電車。ヒンメルストレップという愛称が付けられている。2013年9月5日から営業運転を開始した。2010年にオーストリア連邦鉄道からマリアツェル線の運行権を獲得したノバグは施設や 運行管理システムの更新などの近代化施策を実行することを決定した。その一環として同年12月にそれまで使用されていた客車列車に代わる新型車両をスイスのシュタトラーレールに発注した。三車体連接式構造の電車で動力台車が設置されている両線頭部の前方を除いた全体の60%が低床車体となっており、 上降扉部もノンステップ構造となっている。車内にはバリアフリーに対応したトイレが設置されているほか、最大12台まで自転車を止めることができる場所もあり、通勤、近郊路線と観光路線の2つの役割を持つマリアツェル線に適した仕様となっている。なお座席はモジュール構造となっており、自転車利用客が多い下記には座席配置の変更も可能である。電動機には イグブトが搭載されており、単独での運用以外に、パノラマ客車を後方に連結した状態でも、走行可能な高出力を実現させている。また、全面部は、欧州の安全基準である案15,227に基づき、クラッシャブルゾーンを含んだ形状になっている。2012年から製造が開始され、同年の12月に一般公開が行われた。 翌年の2013年に試運転が開始された後、同年の9月以降営業運転を行っている。ET1 型のみの運転に加え、2014年の夏季からはパノラマ客車を後方に連結した観光列車にも使用されている。通常運転に使用される7編成に加えて、観光シーズンの夏季などの多客時に備えてに編成を所有している。ありがとうございます。